はいどうも、一般人工作室の麦茶です。皆さんは工作で何かを固定するとき、どんなものを使っていますか？一般的なものだとバイス、万力と呼ばれるものが使われるかと思います。バイスってめちゃめちゃ便利なんですけど、複雑な形状になるとなかなか固定ができないですよね。なので今回はいろいろな形状をしっかり固定することができるバイスを作っていきます。それでは工作開始。はい、今回使用する万力がこちら。万力を一から作ってもいいんですけど、やっぱねベースはそのまま市販品を使って改良する改造する方が楽なので、こいつに一手間を加えて何でもつかめる不思議なバイスにしていきます。とりあえず今の状態は普通のバイスなんで、向かい合った面が平行な部品に関してはしっかりと固定することができます。ただしちょっと複雑な形になると、例えばこういうモンキーレンチとかになると強く締めてもこんな感じにグラグラしちゃいます。こういう複雑な曲面的なモデルでもつかめるように改造していきます。モデリング中 3D CAD のフュージョンを使っています。はい、モデリングが終わりました。かなりパーツ数が多いですね。こんな風にくるくる回ります。これはフラクタルバイスと呼ばれている特殊なバイスです。円形のパーツがたくさん並ぶことで、掴む対象に合わせて変形してしっかり固定することができます。それでは断面を見てみます。扇形のパーツの外周にはこんな感じの溝と突起がついています。この突起のおかげで回転しつつ抜けないようになっています。またネジを入れることによって角度制限を設けています。詳しいモデリング方法は作業配信で紹介しています。概要欄に配信のアーカイブのリンクを載せますので、気になる方は見てください。確かお酒を飲みながらモデリングした気がするので、ちゃんと動くかめちゃめちゃ不安ですね。それでは 3D プリンターで召喚していきます。
はい、完成しました。とりあえず濃い動きはしてますね。ちゃんとリミットがついてるんで部品が取れたりはしないです。それでは実際に使ってみます。意外と作れたね。はい、ということで今回はいろいろなものをつかむことができるフラクタルバイスを作ってみました。 3D プリンターを始めたての頃に海外の YouTuber さんがやってるのを見てて、いつか作りたいなーってずっと思ってたんで、やっと作れてよかったです。まあ、ただ問題点は山積みですね。まず一つ目は材料がね、良くないね。今回動画映えするかなっていうことでシルク系の PLA を使ったんですよ。分かってはいたんですけど、やっぱシルク系の PLA って相関強度が弱いんで、結構思いっきり締めようとしたらバキってなって、あ、やべってなったんですよね。まあ、ここに関しては、通常の PLA を使えば問題ないかなと思います。あとはペット G に変えたりとか、カーボンファイバーが入ったものにすれば若干強度は上がるかなと思います。2つ目は設計だね。ちょっと円と円の隙間がでかかったんで、もう少し詰めれるような設計にしたいなと思います。ほんで最後は、保持する部分、物と当たる部分が今ツルツルしちゃってるので、TPU だったりゴム系のものを先端につけてより保持力を上げたいな感があります。ネジ止め式にしてるので簡単に先端に何かをつけるっていうのはできる気がします。グリップつけたりね。いろいろ問題点はあるんですけど、お酒飲みながら配信しながらやった設計なんで、上出来じゃねって気がします。また時間見つけて改良したいっすね。もう少し保持力と耐久性が上がるように改良していきたいです。面白い機構だと思うので、ぜひみんなもやってみてね。次はどんな工作をしようかな。動画ご視聴ありがとうございました。一般人工作室では一般人から逸脱した何これバカなのって思える工作を目指して活動していきます。また YouTube 配信では普段の動画以上に細かい手順の解説をしたり質問に答えたりしています。よかったら遊びに来てね。それではまたね。